はい、吉谷さん、分からないことが分かっているというね、何も分かってないってことが俺は分かってるんだみたいなねセリフだったんですけども、これね、無知の知にも結構等しいんですよ。自分が、あ、自分は何も知らない人間だったんだって気づくことによって初めてスタートすると、まあそこそこ分かってんじゃないかなとか、あ、それはよくある話だよとかね、そういう風になってしまった瞬間に、それはね、無知を否定するんですよね。自分は物知りであるっていうこと、無知ではない、バカではないっていうふうに、バカを回避するとスタートしないんですよ。これは聖書の中にもこういう言葉があります。誰かが何かについて分かったと言ったことがあるとしたら、その人はそれを知るべきほどにも分かっていないってことなんですよ。どのぐらい知ったら分かったか分かってないかって判断するところも分かんないっていうふうなことなんですよね。ちょっと難しいトンチみたいな言い方になりますけども、やっぱりね、私たちはビジネス活動をするときに、なんで売上が上がらないのかっていう問題にたどり着くんですよ。私はそれね、因数分解しています。一つは商品の問題、商品の問題で売上が上がらないんじゃないかなっていうふうに考えること、これが一つあります。どんないい商品でも売れないことがあるんですよ。そしてどんな悪い商品でも売れてしまうことがある。でも基本的には商品が求められてないと売れないですよね。だから商品についてものすごく吟味する必要があります。価格がおかしいのかなとか、それともその商品は時代遅れなのかなと、いろんなことが考えられています。だから商品の力で売れてるのか売れてないのかってことを、どうでしょうかっていうふうに問い合わせることがありますよね。2つ目はその商品を知らせていないってことですよね。そう、媒体がないと売れないですよ。どんないい商品があっても広がっていかない、どんな悪い商品でも広がっていく、この差は何かっていうと、知らせる力があるかどうかなんですよ。媒体の力ですよね。ですんで、アウトプットをしなければ売れようがないんですよね。アウトプットをたくさんする人っていうのは売るチャンスがたくさん生まれてるんですよ。これがほとんどの方がやらないことを継続しないことなんではないかなと思います。で、3つ目、セールスですよね。これ2万円ですよっていうふうな言う瞬間がなければ、向こうの方から財布からお金を出して売ってくださいっていうことはないんですよ。ですんで、商品を持ってそれを誰かに知らせた後、いくらですよっていうタイミングが必要になってきます。私はこの3つの要素でできてると思うんですよ。商品力、媒体力、販売力、この3つだから、どこが分かんないのか分からないって方には、じゃああなたは商品持ってますかって聞くところがあったりとか、あなたの媒体を見せてくださいっていうところがあったりとか、あなたのセールス手法はどういうふうな感じなんですかっていうふうに聞くことがあります。これはだからね、コンサルティングって言ってもいいんじゃないかなと思うんですよね、この3つのうちのどれもないっていう人がほとんどです。商品も作れない、もしくは持ってない、紹介するようなものがない俺売れない、この時点で売れないですよ。次、媒体がないと、あなたはアウトプットしてますかと、ブログないと、YouTube ないと、何にもないと、 Twitter もやってないと、日々のご飯が美味しかったぐらいしか書いてないと、ビジネスしてないやみたいな感じですよね。当然セールスしてないわけですよ。だから売れる要素1個もないみたいな、ビジネスでうまくいってない人ってのは多分ほとんどこれだと思います。で、私が今ね強化してるのは YouTube なんですよね。YouTube をたくさんたくさんアップロードすることによって、自分という存在が知られることはできるんですよ。知られていって常連さんができる、チャンネル登録者数さんがたくさん集まれば、例えば1000人とか2000人という規模になれば、今度はそこで何か紹介すれば売れますよねって話ですよ。だからセールスをしましょうって話になってきますし、それから商品を選んでいきましょうって話になります。もちろん広告収入ってのはあるんですけども、広告収入ではやっていけませんから、やっぱり動画の中で物を売っていきましょうって戦略になりますよね。で、物を売るべきものっていうのは、自分が使ってて良かったもの、今使ってるもの、それから将来使いたいなと思ってるもの、自分が興味を持ってるものが一番売りやすいのかなと思いますよね。まあそういうような形で、自分が何が分かってないのか、何ができないのかってことを知るために、日々行動を積み重ねていく必要があるんではないかなと思います。はい、 YouTube をやってる方の次の壁っていうのは、チャンネル登録者数が増えないっていうことと、再生数が伸びないってことなんですよね。この2つが分からない、できないっていうふうに気づいたら、それに取り組んでいくだけなんですよ。で、どんどん問題は具体化していきましたね。では今日はね、最後にこういう言葉で締めようかと思います。分からないならやめるんじゃなくて、分かるまでやれ。できないなら、できないからといってやめるんじゃなくて、できるまでやれ。これ以外にはないんですね。